みなさん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はですね、大変長らくお待たせいたしました、リクチャンネルの質問コーナー。本当に遅くなってごめんなさい。もうね、コメント欄でほぼ毎日質問コーナーまだ、質問コーナーまだ、質問コーナーいつやるのとか来てて、学校の友達にも最近さ、コメント欄めっちゃ質問コーナーのコメント多いねって言われて、それくらい遅くなっちゃいましたね。本当に遅くなってごめんなさい。もうやっとできる日が来ました。もう頑張って質問を分けたりしたので、今回ね、私のリクチャンネルの質問コーナーやっちゃいたいと思います。イエイ。はい、質問コーナーやろ。よし、じゃあ始めていきますか。じゃあまずは挨拶の質問からいきます。皆さん、ヤッホー。出せる限りの高い声で、リクチャンネルの出せる限りの低い声、リクです。元気よく質問コーナー堂々と始まるよ。ロッキーと明るく。高い声いける。皆さん、ヤッホー。リクチャンネルのリクです。質問コーナー、ロッキー、ロッキーおいで、ロッキーおいで、おいで。はい、質問コーナー始まるよ。はい、はい、ロッキー、ロッキーかわいいよ。臭い、画面臭い。はい、ロッキー、挨拶、挨拶。バイ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 。はい、まあ、ちゃんとロッキーも挨拶しました、心の中で。はい、じゃあタブレットこっちにします。ロッキーがいつでも来れるようにね。もうロッキーね、でかくなったから、ほら、来ればね、鼻がで、見えんの、見える、鼻、ほら、ロッキー、ほらほらほら、見える、見えるか、かわいい。はい、次、いつもの挨拶、元気なく言ってください。皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日は質問コーナーやります。こんな挨拶で出てきたらみんなどうしたってなりますよね。はい、次、皆さん元気、ヤッホー、どんよりリクチャンネルの変顔、リクです。リッコ。皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。はい、次、皆さん、ヤッホー、ブリッコ、リクチャンネルの変顔、リクです。イケボ。皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。あんまイケボじゃないな。はい、次、最後です。挨拶、挨拶今回なんか少なかったです。皆さん、ヤッホー、元気で、リクチャンネルのリクです。ブリッコ。今回は泣きながら質問コーナーをしたいと思います。笑顔で。皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今回は質問コーナーをしたいと思います。はい、挨拶こんな感じです。で、次、5個の質問が多かったのをやります。まずはもう毎回のやつですね。はい、いきます。好きな人いる？好きな人いますか？質問です。好きな人いますか？りくちゃんへ、好きな人いますか？採用してくれたら嬉しいです。お願いします。なんでそんなに気になるのかな、皆さん。やっぱり気になるよね。私もいつも友達、ねえ、好きな人いないよね、好きな人いないよね、ねえ、ねえ、正直に言っちゃいなよとかもうね、言ってます。もうやっぱり気になるお年頃ですよ。私はもう本当のこと言います。実は私、好きな人はいません。はい、好きな人なんかいません。もう なんかね、私の好きな人はうんだほさんです。もう大好きです。はい、私の好きな人はうんだほさんということで。はい、じゃあ次いきます。2番目に多かった質問はこれだね。これ、一番好きな YouTuber は誰ですか？好きな YouTuber は、好きな YouTuber は誰ですか？好きな映画はありますか？採用してくれると嬉しいです。好きな YouTuber は、好きな YouTuber は、りくちゃんの一番好きな YouTuber は誰ですか？好きな YouTuber さんいますか？結構ありますね。でも私もうみんなが好きなんですよ。もう決められない。また強いて言うなら、結構大物系の YouTuber だとヒカキンさんももう好き、石原さんも好き、はあ、どうしよう、はじめ社長さんも好きでしょ。あ、そう、マスオさんなんですけど、マスオさんもね、まあまあちょっとだけ、まあ、興味あるのは見てたんです、見てたくらいだったんですけど、フィッシャーズパークでマスオさんに初めて会ったんですよ。で、その時喋ってみたらすっごいもう神対応、めちゃくちゃ優しくて、もうそっからマジでめっちゃ見てます。マスオさんも大好きです。で、あとゆきりぬさん、ピースの角度は30度、めっちゃ可愛い、マジで。あと
ともうね、エミリンチャンネルさんもマジで面白いです。エミリンチャンネルもうマジで面白いです。もういっぱいいますね、好きな YouTuber。 一番は決められないです。もう同世代の子でももうみんな大好きです。次、鬼滅の刃の中で一番好きなキャラは、好きな鬼滅の刃のキャラクターなんですか、鬼滅の刃は誰推し、鬼滅の刃の推しキャラを教えてください。りくちゃんが鬼滅の刃の中で好きなキャラクターは誰ですか、好きな鬼滅の刃の中で好きな人は誰ですか、鬼滅の刃のキャラ好きなキャラクターは何ですか、鬼滅の刃の推しは誰ですか、鬼滅の刃の中で誰が一番好きですか。私の一番好きなキャラは煉獄さんです。愛してます。もうやばいくらいかっこいい。最初はもうみんな大好き、みんな大好きなんですよ、だから平等にグッズ買ってるんですって動画で言ってたんですけど、もうね気づきました。なんかなんで私ってこんなに煉獄さん出たらこんな喜ぶんだろうって考えてたら、もしかして好きって思って、最初は好きだったんですけど次が大好きになって、もう今は通り越しても愛してます。はい、煉獄さんです。もう皆さんは誰ですか、ぜひ教えてください。はい、じゃあ次、身長何センチ、りくちゃんに質問です。身長は何センチですか、身長何センチ、りくちゃん身長何センチですか、採用されると嬉しいです。身長は何センチですか、りくちゃんの身長は何センチですか、りくちゃん身長は 何歳の何年生、身長は 何センチですか、身長何センチですか。身長は161ぴったりくらいでした。あのね、もう去年から1ミリも伸びてない。確か2年生の時に2ミリくらいこう縮んで、でまた2ミリ上がって、あのね、私ね165欲しいんですよ。皆さん身長を高くする方法を教えてください。まあ最低でも163いきたいです。であと体重なんですけど、まあ体重はあれですね、あの前見てくれた動画、この動画、まあ見てない方もいると思うので発表します。なんか2回言うのもう恥ずかしいんだけど、52.4 です。あ、でもちょっと減ったんだよね。そう、ちょっと減った。52ぴったりになったんだよね。あ、400ぐらいも減りました。おめでとうございます。はい、次に多かったのがロッキーのいろいろな質問ですね。まず、ロッキーって何歳、ロッキーくんは何歳ですか、ちょい、ロッキー何歳ですか、ロッキー何歳、ロッキー何歳なの。皆さん、ロッキーって何ヶ月じゃなくて、ロッキーって何歳って聞いてる、歳って聞いてるんですよ。皆さん1歳以上に見えますか。実はロッキーまだ7ヶ月なんですよ。やばいよね。もうね、私もねびっくりしてるんですよ。だってこんなさ、サプライズの時さ、こう段ボールのさ布団こう開けた時、こんなミニサイズのぬいぐるみみたいな感じで出てきて、はーってやつだね。今もうこれでも無理だから、本当に抱っこはできないです。ロッキーはまだ7ヶ月です。びっくりでしょ、皆さんも。はい、次、ロッキーは何キロですか、ロッキーくんは何キロですか、ロッキーの体重は何キロになりますか、ロッキーの体重何キロ、ロッキー体重何キロ、ロッキーは体重いくつ、ロッキーの体重は、ロッキーの体重と身長を教えてほしいです。もうやっぱ気になりますよね、あんなちっちゃかったのにこんなでっかくなって。2ヶ月の時に迎え入れたんですけど、2ヶ月の時は約3キロでした。で、今は皆さんかける10してください、何キロになりますか。30キロです。1週間くらい前に測ったんですよ。お父さんがめっちゃ辛そうにね抱っこして、で30キロでした。皆さん分かるとおり、さっきも言った通りまだ7ヶ月で子供なんですよ。7ヶ月で30キロですよ。皆さん大人になったらどうなってしまうんだって思う方いると思うんですけど、まあ大体アメリカンピットブルは40キロとか、多くて45とからしいんですけど、もう大人ね、大人で、まあ、ロッキーなんかこの調子だと私50いくんじゃないかって思っちゃう、本当に。で、身長教えてって来てますね。身長どうやって測る、どうやって測る。じゃあちょっと今メジャーがないんで、ここにテロップで出します、後で測って。こちら、じゃん、すごいでしょ。まあ分かんないけどすごいでしょ。はい、どっちですか皆さん、頭からお尻ですか、それとも頭から足ですか。頭から足がこちら、頭からお尻がこちらです。はい、じゃあ次いきます。ロッキーの好きなおやつは何ですか。好きなおやつは何でも食べますよね。生肉かな、おやつ、まあこれボーロちゃん、ボーロとか大好きです。ロッキーの性格はすごい元気で優しいです。なんかあの結構アメリカンピットブル怖いっていう方いると思うんですけど、全くないです本当に。あのちゃんとしつければすごい優しいです。ロッキー散歩の時もちゃんとあの犬に会ったらもうね、逆にロッキーが怖がってますから、相手のワンちゃんの方が結構ね吠えたりするんですけど、ロッキーは全く吠えないです。一回もないよね、吠えたことは一回もないです、犬にね。でもう散歩の時もね、ロッキー人に撫でられるの好きなんで、もうすごいおとなしくて気持ちよさそうな顔してます。ロッキーくんって犬種なんですか。あ、そうそう、あのアメリカンピットブルです。そう、最初に言っとけばよかった。犬種はアメリカンピットブルテリアです。ロッキーの誕生日はいつですか。ロッキーの誕生日は12月2日です。ロッキーは大型犬ですか、他にペット増やそうと考えてますか、おすすめの犬グッズ。ロッキーはまあ大型犬だね、もうね。前ギリギリ中型犬みたいなの言われてたけど、まあ大型犬です。
ペット増やそうと思ってる。今のところはないですね。うん、増やそうと思ってるのは。で、おすすめの犬グッズ。おもちゃとかかな。うん、音が鳴るおもちゃ。ロッキーはとにかくぬいぐるみが大好きです。次、ロッキーの好きなご飯は何ですか？生肉です。ささみの生肉、ささみの生肉とかですね。次、ロッキーは男それとも女どっち？ロッキーは男です。男中です。で、ロッキーの誕生日何日ですか？ロッキーは12月2日。ロッキーのどこが一番好きですか？全部好きなんだけど、特にあの下から見た口が好き。ここあのこれがロッキーの顎だとすると、こっから見るとすごいね、シワクチャになってるの口が好きです。あと顔の匂いが好き。臭いんだけど癖になる匂いなんですよ。はい、あと目の色超綺麗。次、ロッキーの特技を教えてほしい。待てとか得意ですね、ロッキーは。まあ、小前のこの動画ぜひ見てみてください。で、寝ることも得意です。食べることも得意。引っ張るのが得意です、ロッキー。やばいです、もう私引きずられちゃいます。力がすごい。足見たら分かりますね、あのこのパワー素晴らしい。ロッキーちゃんにどんなしつけを覚えさせましたか？お座り、待て、あと行く。あの散歩の時行くって言うと、もうすぐウォウ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 って言って、で、あとおもちゃの名前を言うと、ロッキーも通りに行ってくれます。やばくないですか？後で動画にしようか。で、あとキス覚えさせました。もういやだ超かわいい。あ、食べるも来ます。ロッキー食べるって言うと、あ、やばい、もう目めっちゃかっぴらりと、こんな感じでロッキー食べるって言うと、もう来ます。ロッキー食べる。めっちゃ目かっぴらいてるけど来ないんだけど。ロッキーかっこいいとこ見せるところで。ダメだよ、普通ここ来ないと。ちょっと今寝ぼけてるんですけど、いつもちゃんと来るんですよ。はい、お座り、おいで。はい、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 かわいい。ロッキーの質問だよね。ロッキーが答えないとダメなんだけど、なんで私が答えてんの。はい、はい、ロッキーの質問終わりです。じゃあ次はもうバラバラの質問ですね。今から言っていきます。この家の好きな場所は？採用してくれたら嬉しいです。りくちゃん好き。もうね、あのね、ソファーがこうカクカクってなってるんですけど、このカクのところこうやるのがめっちゃ好きです。はい、次、スイッチのゲームで何のゲームが好きですか？あつ森でしょ、やっぱり。もうね、あの本当にいつもありがとうございます。皆さんライブ見に来てくれたり、あのプレゼントとかねもらったりありがとうございます。あつ森が一番好きです。スクショタイムいきます。スクショタイム。はい、こんぐらいでいいかな。次、あつ森で作りたいものは何ですか？それと好きな住民は何ですか？あつ森で作りたいものはテーブルがすごい欲しいんですよ、私。まあ、作るか買うかなんですけどね。レストラン用のテーブルを作りたいです。で、好きな住民はゆきみちゃんです。いつ鬼滅の刃を好きになったんですか？去年の9月とか10月あたりです。ちょうどもう流行り始めた頃に、なんかいとこが本を全部持ってて、で、それ、あ、何これ面白いって言ったら、めっちゃ面白いよって言われて読んでみたらドハマりしました。はい、次、りくちゃん BTS 知ってるかな？推しは誰ですか？私はテテククジンナム様です。 BTS 知ってるんですよ。友達がめちゃくちゃ好きで、多分、ね、全部言えると思う。テテ、ジミン、グク、あ、終わっちゃった。3人で終わっちゃった。確か7人いたような気がする。あの、知ってるんですけど、まあ、ファンとかではないですね。友達がテテ推しなんで、テテのケーキとか作ったことあります。今ハマってる食べ物は何ですか？ハマってるっていうのはあんまない。あれかな、みかんの缶詰凍らせたやつ、マジで美味しい。みんなやってみて。みかんの缶詰を開けて、まあ、ちょっとだけ水捨てて、冷凍庫に約4時間くらい入れると、マジでガツンとみかんになります。ちょっと柔らかめのガツンとみかん、うますぎる。りくちゃんのおすすめの鬼滅グッズは何ですか？これからも頑張ってください。缶バッチ系かな。やっぱ缶バッチ系がめちゃくちゃおすすめです。飾れるから。はい、次、誰とコラボしたいですか？高校生活楽しいですか？コラボしたい人か。もうみんなとコラボしたい。もうあのこういうね、コロナとかが収まったら、ももかちゃんとか、のえのんちゃん、ひまひまちゃんとか、ハピマニちゃんとかね、みんなとコラボしたいです、マジで。そう、大物 YouTuber ともコラボしてみたいですね。エミリンさんとか、もうヒカキンさんとコラボできたら、もう私やばいです。もうテンション爆上がりだと思います。夢のまた夢ですね。頑張ります。あ、高校生活ですね。高校生活めっちゃ楽しいです。あの入学したての頃は、あ、もう中学戻りたい、中学と思ってたんですけど、めっちゃ楽しくなってきました。マジで楽しいです。友達もできたのでよかったです。もう最初の頃マジでやばかった。人見知りなんですよ、私。
やばいです。スライムを見て吐きそうになったスライムは、ロッキーとよく遊ぶものは、今鬼滅の刃の中で一番欲しいものと大切なものは、一番気持ち悪かったスライムはこの動画のスイカスライムが腐ったってやつ、今までで一番の臭さだった。マジでやばかったです。で、ロッキーと遊びよく遊ぶものなんですけど、紐を引っ張ったり遊んでます。紐を引っ張りながら、もう私が大抵負けるんですけどね。で、鬼滅の刃の中で欲しいものか、あの前にこの動画で紹介したあの胡蝶しのぶさんのアクリルスタンドの富岡さんバージョンがめちゃくちゃ欲しいんですけど、売り切れでした。それが一番欲しいです。で、大切なものか、煉獄さんです。煉獄さんもやばいです。一番大切なものは何ですか？家族かな。あ、物ですね。物か決められないです。あ、でも私実はあるものをね、 Amazon で予約してて、あのそれが11月に届くので、それが一番大切なものになるかもしれないです。私のお小遣いをはたいて買いました。はい、次、ワンちゃんの種類何が好きですか？やっぱりフレンチブルドッグ、アメリカンピットブル、ボストンテリアとかコーギーとか、バイスキー、もう犬自体がめちゃくちゃ大好きなんで、もうみんな好きですね。まあ、特にその 4種類ですね。次、知ってる人いるかもしれないけど、誕生日いつですか？選ばれたいな。誕生日は1月15日です。過ぎました。遅生まれです。服はどこで買ってますか？採用してくれたら嬉しいです。これからも応援してます。コロナに負けないような動画待ってます。服はあのね、ウィゴーとかハニーズとかディーゼルとかゲスとか、あとアナップとかでも買ってますね。おすすめはディーゼル。マジかっこいい系好きなんで、かっこいい系だったらもうディーゼルがおすすめです。お兄ちゃん何歳？お兄ちゃんは19歳です。お兄ちゃん4個上なんでね、19歳です。好きな食べ物は何ですか？スイカ、トウモロコシ、キュウリ、大好きです。その3つは。イチゴも好き。ロッキーの好きなところ。ロッキーは何歳？勉強を頑張れる方法は何ですか？勉強大変ですか？ロッキーの好きなところはもう全部で、ロッキーは7ヶ月で勉強を頑張れる方法。私受験の時に、受験やる気が出ないって YouTube で調べたら、なんかいろんな人が今頑張んないでどうすんだよってめっちゃ煽ってくる動画がねあるので、それでやる気出してました。で、勉強大変かな。まあまあですね。あんま宿題ないし、まあテスト前はまあまあ大変なんですけど、まあ受験ほどではないです。鬼滅の刃の漫画全巻持ってる。まだ買えてないんですよ。なんか全部読んだから、まあいいかなみたいな。確か18巻から持ってます。そう、いとこに全部貸してもらって読んだから、あのまだ買えてないですね。漫画買うなら、読んだ漫画を買うならグッズ買おうかなって思っちゃうんですよ。寒いのと暑いのではどちらが耐えられますか？暑いのかな。暑いのの方が、ああどうだろう。私どっちも無理です。同じですね。はい、私もどっちも無理です。高校でしてみたいこととか憧れていることはありますか？採用されると嬉しいです。子供だけで電車でディズニー行ってみたい。私いつも中学まで、まあ今で、ね、全然ディズニー行けてないんですけど、中学までお父さんにね車で乗せてってもらったりしてたんですけど、電車で子供だけでもう行ってみたいですね。それが憧れです。でも帰り辛そうだから車の方が楽なんだけどね。髪の毛を切る予定ありますか？もうちょっとね切ったんですけど、まあないですね。でもまあちょっと夏休み過ぎたらもうちょい切ろうかなと思います。こんくらい。ニコラとポップティーンどっちや？好きなニコモは部活に入るのは運動部文化部。受験の時緊張した？お父さんにスクイーズかスライムをどっちか捨てなきゃダメって言われたらどっちを諦める？学校はブレザー、セーラー服、私服。リクちゃんこれからも頑張って。ニコラとポップティーン、ポップティーン派かな。で、好きなニコモ、ニコモねあんま分かんないんですよ。あ、ごめんなさい、あんま分かんないです。で、部活に入るなら文化部です。運動なんて無理ですよ。あの体力テストあったんですけど、私 D でした。 D やばいですよね。 A B C D ですよ。受験の時は緊張しました。めちゃくちゃ、あ落ちたらどうしよう、マジで落ちたらどうしよう、落ちたら、あそうだ、二次募集やってるとこ探しとこうとかめっちゃ考えてました。あ、お父さんにね、あのスクイーズかスライムどっちか捨てなきゃダメって言われたの、あもう言われました。スライムを諦めました。私はスクイーズよりもスライムを諦めましたね。で、高校はブレザーです。おすすめのアニメとか漫画は何ですか？採用されると嬉しいです。アニメのおすすめはやっぱり子供のおもちゃ、マジで見てほしい。 YouTube にあるので見てください。で、おじゃまじょだれみ、鬼滅の刃、ワンピース、サイキクソウの災難、進撃の巨人とかですね。マジでおすすめです。で、漫画がチョコレートヴァンパイアに今ハマってます。吹奏楽部で楽器をやるとしたらどれ？トランペット。今ハマっているものは何ですか？今ハマってるものか、なんだろう、待って、鬼滅グッズ集めかな。りくちゃんに質問です。今何年生ですか？あとおすすめ勉強教えてください。お願いします。テストも近いから。今は高校1年生で、おすすめの勉強法か、ひたすら書くかな。ひたすら書くと声に出して読む。100均はダイソー、セリア、キャンドゥ、どこか、お願い採用してください。今日りくちゃんも可愛い、ありがとう。私ダイソーかな、ダイソー派ですね。はいはい、ロッキーも出たいみたいですね。はい、次行きます。
あーロッキーやめなさい。今欲しいもの、今欲しいものはセーラームーンのグッズですね、が欲しいです。めちゃくちゃ初盛りで、ね、リクちゃんの島にはなんていう住民はいますか、何人いる、今鬼滅グッズ何個持ってる、採用してくれたリクちゃんの動画全部見ます。集まりの島にいる住民はゆきみちゃんとかたこやとかシェリーとかがいます。まあ、結構いますね、覚えきれない。あとガビとかしのぶとかチーズとかね。危ないよロッキー。鬼滅グッズ何個持ってる、約200は持ってるかなと思います。で猫派犬派、犬派です。私は新しいペット何がいいですか、新しいペットはモモンガとかブタがいいです。どんな絵を最近描くことが多いですか、あ絵か、最近描いてますね、ワンピースの絵を今描き始めて、まあ、出来上がったら、まあ、動画でちょっとやってみようかなと思います。テストの最高点数と最低点数を教えてほしいです。いつも応援してます。りくちゃん大好きです。テストで最高点数は今回の期末テスト100点があってびっくりしました。他だと98とかかな、最高点数は。で、あ、最低点数は何点だ、20とか20くらいが最低点数、中学の時ですね、20くらいです。おすすめの勉強法、鬼滅の刃の推し5位まで、今後の YouTube どんな動画 YouTube 撮ってみたいですか。おすすめの勉強法は口に出して読むこととひたすら書くことで、推しは5位まで決められないです。1位は決まってるでしょ、煉獄さん、2位がかなおちゃんかな、3位伊之助、4位はねずこちゃんとかしのぶさんとかも分かんないです。5位まで決められない。でどんな動画撮っていきたいかな、ドッキリ系とか料理系やってみたいです。趣味は何ですか、絵を描くこと、お菓子作り、グッズ集めとかですね。鬼滅の刃の缶バッジ何個持ってますか、100はないか、100はないね、50はあるかなくらいですね、わかんないです。次、ロッキーの体重、ロッキーの研修、憧れの YouTuber さん、お気に入りの動画、今行きたいところ、毎日の楽しみ、リクエスト、ロッキーのモーニングルーティン、りくちゃんが編集している様子の動画、多くてごめんなさい、対話されますように。ロッキーの体重が30キロで、ロッキーの研修がアメリカンピットブル、憧れの YouTuber、 憧れはエミリンチャンネルさんですね。エミリンチャンネルさんみたいなめちゃくちゃ面白い YouTuber になりたいです。お気に入りの動画か、私のお気に入りの動画、ロッキーのサプライズの動画かな、めっちゃお気に入りです、あの動画は。であと今行きたい場所は友達とディズニー。毎日の楽しみは、毎日学校から帰ってゆっくりするのが楽しみです。あ、リクエスト、ロッキーのモーニングルーティーンね、やってみたい。朝起きて餌食べて、うんちして寝て暴れる。今中2ですが勉強法とかありますか、点数悪いので上げたいです。リクちゃんはテストの時、平日休日何時間勉強していますか、受験の時どれくらい勉強しましたか、採用してください、お願いします。リクちゃん大好き、長文すみません。おすすめの勉強法はさっきも言った通り、ひたすら書いて、声に出して読むのがめちゃくちゃいいです。テストの時、わかんない、3時間だか、受験の時は結構やってます。学校でも補習とかあったんで、受験の時は1日5時間とかかな、多分そんくらいやってたと思う。うん、結構やってましたね。今中2か、中2、まだ受験まであるから大丈夫だと思います。頑張ってください。新規おめでとう質問です。りくちゃん、鬼滅の刃の中で誰が好き、高校でしてみたいことは、 YouTube でコラボしてみたい人はりくちゃん大好き、煉獄さんが一番好きで、高校でしてみたいこと、電車でディズニーで、 YouTuber でコラボ進めたい人はね、エミリンチャンネルさんかな、一番コラボしたい人はエミリンチャンネルさんです。質問です。一番好きな歌は何ですか、採用してほしいです。今一番好きな歌は今日から俺は あの歌が好きです。めちゃくちゃ好きです、あれめっちゃ聞いてます。リクさん今何歳ですか、15歳です。合ってるよね、15歳です。リクちゃんの高校での部活は何ですか、中学の思い出は何ですか。高校での部活は帰宅部で、中学の思い出か、もう懐かしく感じる、今でもちょっと中学に戻ってみたいなとか思うんですけど、思い出ね、中学2年生がもう楽しさピークでした、マジで本当にすっごい楽しかった。体育のサッカーとかも楽しかったし、宿泊もまあまあ楽しかったですね。もう3学期、2、3学期あたりが最高に楽しかったです。あつ森の好きな住民ベスト3、あつ森で後悔したことある、中学の時やってた部活は、こんな質問しちゃってすみません、いつも見てます、りくちゃん大好き、これからも撮影頑張ってください。あつ森で好きな住民、1位ゆきみちゃん、2位たこや、3誰、シェリーかな、シェリーで、後悔したことはあります。あつ森で株を100ベルで買ったのかな、ちょうど101ベルとかで買って、で全然ね、1週間多分火曜日に130くらいまで上がって、まだ上がるかなと思って、次の日やったら50、70、30とか、30じゃない、60とかさ、めっちゃ減ってて、最終的に株が腐って終わりました。待って、私
あ、終わった。あ、株売るの忘れた。私400株くらいあったんですけど、売るの忘れました。もう10時過ぎてる今。あ、もう多分明日には腐ってますね。あああ、はい、次。ありがとうございます、思い出してくれて。中学やってた部活はコンピューター部です。勉強の中で得意もしくは好きな教科、得意な教科は数学かな。計算はかなり得意です。もうね、数学98点だったんですよ。やばくない？一番最後の問題だけ間違えました。高校生でお友達できた。めっちゃできました。もうありがたく。もう私ね、人見知りで自分から話しかけられなかったんですよ。だからもうポツンってこう机にこうやって下向いてたら、後ろの席の子が話しかけてくれて感謝です。好きな映画は何ですか？天気の子とか。天気の子しか思いつかない。声の形とかですね。リクちゃんに質問です。ロッキーって何歳ですか？鬼滅の刃をいつ好きになったか、好きになったきっかけなどもあったら教えてください。他にもよく考えればいっぱいあるけど、今のところはこれだけです。答えてくれると嬉しいな。ロッキーが7ヶ月で好きになったきっかけ、いつ好きになったか、去年の9月あたりに好きになって、好きになったきっかけはいとこに教えてもらったことです。私今受験生なんですけど、りくちゃん受験の時平日休日、ね、何時間勉強してますか？いつも動画見てます。私ね、普通休みの日とかみんな勉強する時間多いと思うんですけど、休みの日は撮影してたんで、私平日にめちゃくちゃ頑張ってたんですよ。平日に5、6時間くらいやってました。ロッキーはいつぐらいからいるんですか？今ハマってるゲームは身長何センチ、バッグはどこで買ってますか？ロッキーは2月頭くらいから買い始めてます。今ハマってるゲームはあつ森で、身長161センチ、バッグはゲスで買ってます。好きな教科、嫌いな教科は、好きな教科が数学とかできないけど社会とかで、嫌いな教科は理科かな。理科とか。中学と高校どっちが一番大変？中学、いや何とも言えない。高校まだね、始まったばっかりだし、何とも言えないですね。今のところまだ中学、受験の時がめちゃくちゃ大変でした。高校はあんま宿題がないんで、そんな超大変でもないですね。質問、勉強方法は。ロッキーの好きなところ、鬼滅の刃で好きなシーンは。鬼滅の刃以外です。他に好きなアニメはありますか？ジャニーズ好きですか？採用してくれると嬉しいです。勉強方法はひたすら書いて声に出して読む。ロッキーの好きなところ、私ね、さっきね、一個思いついたんですよ。ロッキーこうやって寝るの、こうやって寝るところが大好きです。写真じゃん、こんな感じです。ロッキーのいびきの ASMR の動画もぜひ見てください。で、鬼滅で好きなシーンはルイと戦ってるところのバッケツの部分が好きです。鬼滅の刃以外で好きなアニメはワンピースとか、やっぱ子供のおもちゃとか、あとお邪魔女ドレミとか、セーラームーンも好きです。セーラームーンまた1話から見たいんですよ。で、ジャニーズはあんま分かんないです、ごめんなさい。あれ、ジャニーズキング&プリンスはジャニーズだったっけ。多分めっちゃ髪の毛が邪魔ですね。りくちゃんはインドア派、アウトドア派？私はインドア派です。外にあまり出たくないタイプですね。でもダイエットを始めたんで、外に出ようかなって考えてます。最近雨多いからね、あんま散歩とかにも行けないんですよ。最近他に見てみたいアニメありますか？りくちゃん応援してるよ。ヒロアカ見てみたい。僕のヒーローアカデミア見てみたいですね。あと今日から俺はのアニメ版が見てみたいです。りくちゃんがよく見る YouTuber 誰、採用されたら嬉しいな。おさきちゃんよく見てます。最近おさきちゃん超かわいい、マジで。おさきちゃんとかエミリンチャンネルさんとかね、よく見てます。高校で新しい友達できましたか？また部活決めましたか？私もりくちゃんと同じ高1です。勉強とか大変だと思うけど、お互い頑張ろうね。高校で新しい友達はね、無事後ろの子が声をかけてくれてできました。本当に仲良くなれてよかったです。で、部活は帰宅部です。まああんまね、やりたくないんで普通に帰宅部です。りくちゃんは普段どれくらい勉強してますか？あと勉強動画撮ってほしいです。普段どれくらい、学校以外で勉強あんまりしてないです。テスト前になったらやります。無人島に一つ持っていくなら何を持っていく？ライターかな。ライターかスマホだったら助けを呼べる。りくちゃんに質問です。りくちゃんが持ってる鬼滅の刃のグッズの中で一番お気に入りはどれですか？答えてくれたら嬉しいです。いつも応援してます。好きなグッズか、決められないです。やっぱ煉獄さんグッズはかなり好きですね。煉獄さんグッズで今一番欲しいものがセーラームーンのプレミアムバンダイにしか予約できない、おもちゃみたいなやつなんですけど、お父さんに今めちゃくちゃ頼み込んでる最中です。予約する、これ終わったら皆さん見たいですよね、見たいですよね。はい、決まりました。多分お父さん予約してくれます。1個だけ自分のお小遣いをはたいて予約したんですよ、アマゾンで。違うやつ、めっちゃ届くの楽しみです。遅れました。りくちゃんに質問、鬼滅の刃にハマった理由。今一番欲しいものはりくちゃん大好き、これからもずっと応援してます。鬼滅の刃にハマった理由はいとこに教えてもらったので、
で、今一番欲しいものはさっきも言った通りセーラームーンの、まあ、おもちゃかな、おもちゃです。いつも見てます。質問です。身長知りたいです。できればでいいけど体重も知りたい。ボソリクエストしていいですか。なんか粘土とか使ってミニチュア作ってほしいです。これからもりくちゃん頑張ってください。身長161cm、 体重52kg。リクエスト、あ、ミニチュアね。ミニチュア私結構好きなんで今度やってみたらいいなって思います。考えてみます。いつも面白い動画ありがとうございます。りくちゃん服はどこで買ってますか。あと鬼滅の刃でおしゃれ誰ですか。採用されたら嬉しいです。これからも頑張ってください。いつも動画楽しみにしてます。服はいつも、まあ、ウィゴーとかディーゼルとかゲスとかで買ってて、鬼滅の刃の推しは煉獄さんです。もう推しというより愛してます。引っ越しで大変だったところは。鬼滅の刃いつ好きになりましたか。鬼滅の刃の全グッズ紹介お願いします。無理だったら答えなくても大丈夫ですよ。無理じゃないですよ、答えますよ。引っ越しで大変だったところは、片付けもねかなり大変だったんですけど、あの前の家で片付け終わった後の部屋がホコリいっぱいで、くしゃみとかがやばかったです。私ホコリのアレルギー持っててめっちゃやばかったです。それが一番大変でした。で、いつ好きになったの。去年の9月から好きになって、全グッズ紹介、あ、全グッズ紹介ね、前この動画でやったのでぜひ見てみてください。まあ、また増えたらやります。今まで習ってた習い事は、ロッキーの体重採用されないんだろうな、リクちゃん大好き、採用されないんだろうなって書いたらもう採用したくなっちゃうんですよね。塾行ってました。小学1年生の時行ってて1回やめて、中3でまたやり始めて、で今あと料理教室、コロナでね、あの行けてないんですけど、まあ、料理教室もやってます。あのケーキ、お菓子作りですね。鬼滅以外でおすすめのアニメありますか。ワンピースとか子供のおもちゃだね。で、好きな動物は何ですか。犬、トカゲ、ハムスター、カメレオンかな、豚とかです。今の充電何パー。今の充電何パー。37% です。37%、めっちゃ使ってる。休校中何やってましたか。お菓子作りとか、あとプラバンとか、あとワンピースをめっちゃ見ました。だってもう3月にね1話から見始めて、もう今746話まで見ました。あのちょうどねドレスローザが終わったところまで。もしも鬼滅の刃がなかったら何にハマってた。いつも見てます。採用されますように。鬼滅の刃がなかったら、あってもワンピースにハマってたかね。ワンピースかな、やっぱり。好きな映画は何ですか。いつも見させていただいてます。大好きです。好きな映画は天気の子とか声の形とかですね。新しいお家で一番好きな場所はどこですか。りくちゃん大好きです。憧れです。また会えたらいいな。あおりチャンネルさんからの質問です。ありがとうございます。また会えたらいいですね。新しいなんか一番好きなところはリビング、ソファーです。ソファーが大好きです。マジで本当に自分の部屋で過ごしてる時間よりソファーで過ごしてる時間の方が多いです。新居に引っ越して良かったことと悪かったことは何ですか。良かったことは広くなった。撮影もしやすくなったし、キッチンも最高になったし、あとロッキーもねすごいね、はしゃげるようになりました。で、悪かったところは特にないですね。あ、部屋の掃除が大変になりました。前はまあまあ狭かったから簡単だったんですけど、広いので大変になりました。コロナウイルスの時期に高校受験のせいです。高校受験生です。りくちゃんは受験1ヶ月前どれくらい勉強しましたか。中2の3学期の通知表を公開してください。高校受験怖いな。あー大変ですよね。でもこの時期に受験は本当に辛いと思うけど頑張ってください。勉強は約 5,6 時間 してました。毎日平日ね。休日は 2,3 時間くらい。休日の方が少ないんですよ。通知表、中2の3学期の通知表か。待って、覚えてる限りちょっとね、確か5が1個なかったっけ。5が1個で4が確か3が4個とかで、他4とかですよね。もう覚えてないです。 50m 走のタイムは採用されると嬉しいです。りくちゃん大好き。来ました、この質問。恥ずかしい。 50m 走私やったんですよ、高校入学して、あの休校終わってすぐにやったんですけど、めっちゃ恥ずかしかったです。 9.7。 他の子たちは 8.2 とか言われてて、先生に、先生がこう言って発表するんですけど、私 9.7 って言われてて恥ずかしかったです、ものすごく。好きなフルーツは、好きな野菜は、好きな動物、好きなクリエイターさん、好きな飲み物、好きな魚、好きな教科。好きなフルーツスイカ、好きな野菜キュウリ、好きな動物犬、好きなクリエイターさんみんな、好きな飲み物レモンのスポーツドリンク、好きなお魚サバ、好きな教科社会です。あ、社会数学。にきちゃんはなんで YouTube 始めたんですか。高校大学生、それから社会人になったら YouTube やりますか。りくちゃんは何の曲が好きですか。りくちゃんは好きな教科ありますか。嫌いな教科は。ハングリーちゃん、ゆきちゃん、ロッキーくん、りくちゃんの誕生日のやつですか。血液型は何型。なぜ YouTube 始めたか、なんか遊び感覚で最初始めてて、まあ、そっからなんかコメントとか来て、あー嬉しいってなって始めました。で、社会人になって今のところやるつもりでいます。私はやるつもりです。で、好きな曲は、まあ、今は男の勲章ですね。あの、あ
れ今日から俺はので、好きな教科が社会数学で嫌いな教科は理科です。次、りくちゃんどんなスキンケアをしてますか？スキンケアは特にやってないです。まあ夜洗顔するくらいですね。ちょっとニキビができてきちゃって大変です。自粛太りましたか？はい、次中学生での一番の思い出は何ですか？中学2年生がめちゃくちゃ楽しくて、中学2年生は神クラスでした。本当に中学2年生も全部が思い出です。挨拶全力でお願いします。皆さんヤッホー、リクチャンネルのリクです。なんか挨拶がここにあるんだけどびっくり。急に最近驚いたことありますか？最近驚いたこと、あー、映画館でジブリの映画をやっていることに驚きました。はーってなった。本当に好きなテレビは何ですか？天才志村動物園大好きです。で、あとスカットジャパンとかイッテ Q とかモニタリングとか。鬼滅誰が好きですか？また柱の好きな人も教えてほしいです。これからも応援してます。頑張ってください。誰が好き？煉獄さんでしょ。柱の中煉獄さんでしょ。もう煉獄さんです。で、最後の質問です。好きな服のブランドは何ですか？採用されたら嬉しいです。好きな服のブランドはディーゼルです。一番ディーゼルかな。かっこいい系が好きなんで、まあ、ディーゼルゲスとかね大好きです。はい、以上です。はい、ということで、ね、こんな感じだったんですけど、もうたくさん質問本当にありがとうございました。マジで嬉しかったです。こんなにねたくさん質問ね。で、質問だけじゃなくて、りくちゃんかわいい、りくちゃんこれからも頑張ってとか、もう本当に心元気になります、ありがとうございますってリクエストも、まあ、ちょっとずつだけどできるだけ答えていきたいと思います。はい、ということで、まあ、遅くなって本当に申し訳ないんですけど、久しぶりにリクチャンネルの質問コーナーをやりました。ということで、また質問コーナー見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS のフォロー、そして私のグッズも見てみてください。ロッキーおいで、おいで、今ねハングリーちゃん寝てるんで連れてこれないんですけど、ロッキーおいで、おいで、ロッキーバイバイって言うよ、おいで。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイ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